ギガ連射。今日やっていくのは、こちら、チェリーの甘でございます。北海道ボンボンシリーズ。何それは何それは何かの祭りの、何かの祭りの後の匂いがする。まずはあらすじから読んでいきましょう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、いいウニ、悪いウニ鑑定士の資格を持っているらしい驚異の無表情キャラチェリー。そんな鑑定の資格があるんだ。今日は海のマーメイド、アマさんとなって海の幸を収穫に来たぞ。障害物に当たらないようにしつつ、ウニをゲットして海面まで戻ろう。障害物に当たってしまうとゲームオーバー。時間が経つごとに海が荒れて見づらくなってくるので、なるべく早くウニをゲットし続けよう。アマさんは許可をもらってウニを取っているので、個人で勝手に取ってはいけないぞということです。はい。まあ、ウニを取ってくるゲームでしょう。26ウニ。ああ、上の方がそんなにあれだね。詰まってないね。やりやすいゲームかもしれない。まあ、目標10個とかで。10位以内に入りたいな。8位が立て続けて、7位に入りたいな。7位ってないな。20にはいかないな、多分な。田中クス。ケイチカ。ノリチカかな。なんて言うんだろうな。みゆき、セシル、みほし、ユニ。ユドウ、ユズ、エビテン、オヤビン。ここ、あら？ココロ3545。という感じでございます。ココロ3545さんは、チーターではなさそうだな。クタの穴に情熱を捧ぐ、そんな一人なんだろう。どこにウニがあるんだ？あ、ここにウニか。あ、すごい、よくできてる。え、余裕では？余裕じゃん。一体このテトラポッドがなぜ浮いてるのかよくわからないけど。え、これ難しい。難しい要素ないけど。難しい要素が何もない。余裕では。だんだんくにゃくにゃってなってる気がするな。気のせいではなければ。だんだんふにゃふにゃになってる気がするな。気のせいかな。イエーイ。そんなに難しくはないよね。初見にしてはやれてない？やれてる感あるね。うん。ほう。ここら辺ちょっと難しいかな。タイミング合わせて。いけますね。ほう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 。クラゲ、クラゲ、クラゲ。魚の群れも当たったらダメなんだよね、多分ね。いけてるね。ああ、厳しい。やっぱ息継ぎの問題があるような気がするんだが。うん、ふん。ちょっと難しいかな。このあたり限界じゃない？イエーイ。イエーイ。これも10位内入ったんじゃないか。なんか初見でやれてる。イエーイ。余裕だな。なんでか余裕だな。なんでだろう、余裕だ。不思議とできている。よーし。ほうほうほう。ああめっちゃ噛んでくるよ、めっちゃ噛んでくる。あほう。ほう。やれた。意外にいけた。ほーん。ほーん。やっぱアザラシだから。水の中強いんですね。これ頑張ったら1位取れるぞ。なんか、余裕があったら
やってみようかな。1位狙ってみようかな。結構、初見にして、まあまあできたし、ここで終わりにしましょう。うん。チェリーの甘でした。これは、向いてる人には向いてるんじゃないでしょうかね。ほな、また。